はい、皆さんお疲れ様です。たぬきです。今日ね、いろいろ調べてきてっていうか、まとめてきたんですよね、いろいろ。で、何をかっていうと、まあ、バイク乗ろうと思ったの、バイク乗りたいって思ったのが、1月、今年の1月くらいで、で、そっから免許教習所行って、で、免許取れたのが4月。まあ、やっぱ繁忙期っていうか、みんないっぱい受けに来てたから予約がまず取れなくて、それぐらいかかっちゃったんですけど、で、そっからバイク選んで、で、今に至る、今乗ってるっていうか、今そこに至るんですけど、けど、1から今に至るまで、総額どれぐらいかかったかっていうのを、ちょっと改めて、あんま見たくなかったんですけど、自分でも、ちょっと計算してみようかなと思って、ちょっとまとめてみました。いや、やっぱ、あれですね。まあ、中には、みんな結構バイク乗りの人が見てくれたりとかしてるんで、あれ今更って感じですけど、中には今から乗る人、特にイントルーダーって、ね、新車じゃあんま絶対ほぼほぼないから、中古だとどのぐらい、まあ、ピンからキリまであると思うけど、まあ、私の場合ということでちょっとご紹介したいなと思います。じゃあ、まあ、1からなんで、もう教習所からどのぐらいかかったか。教習所がね、まあ、普通車の免許はもともと持ってたんで、教習所の入会とかかかったのが95,700円。で、それにあたってヘルメットとグローブは、ちょっとこういうコロナ禍なんで、自分で用意しなきゃっていうので、その時買ったんですけど、ヘルメットが、なんだっけ、省エの J クルーズ2で、これがちょっと曖昧だったんですね。5万なんぼ。まあ、5万円だとしましょう。5万円で、グローブが最初、アマゾンで、ここを測って、なんか、頼んだんですよ。まあ、S サイズだったんですけど、それも。でも結局、この指先が余りまくっちゃって。で、結局、そこは3000円だったんですけど、結局買い直して、今、革のグローブはめて、それが6500円。そこそこしますよね。で、それ揃えて、教習所通って、で、一応補習とかは受けずに、もうそのまま、まあ卒業できたっていうので、追加のなんか料金とかはいらなかったんですよね。で、その卒検の前に、まあ何に乗りたいかって話になって、一番最初はSR とか、あと、ドラッグスターとかに乗りたかったんですよね。で、本命はドラッグスターだったんですよ。やっぱアメリカンバイクっていうのは、まあ、ね、優先すべきあれだったんですけど、ドラッグスターって結構女子、まあ、女性の方結構乗られるイメージがやっぱ多くて、そんな自分もその中に入りたいなみたいなのがあって、最初は選んでたんですけど、途中でイントルーダークラシックっていうね、素晴らしい車種を知ってしまったがために、めちゃくちゃ探しました。バイクを 2,3 軒回ったかな。まああるって知ってて予約して、まあ、見に行って、ただ乗り出し価格がもう70、80って結構、まあ、やっぱそこそこいい状態だったんで、中古でもうーって悩んで、まあもう今買わなきゃないですよとか、まあいろいろ言われたり、あと自分の体格の問題もあって、うん、なんかイントルーダーじゃちょっと難しいんじゃないとか、うん、余計な世話だって思ったけど、で結局バイク王はとりあえず置いといて、レッドバロンに行ってみようと思って、でレッドバロンに行って探してもらったんですよね。で 2,3 個出てきて、その 2,3 個出てきたうちの一個が今のやつですね。もう、なんか取り寄せになっちゃうんで、ちょっと後で言うんですけど、まあお金かかっちゃうけど、まあ写真見て、取り寄せてもらって、
でも状態とかぶっちゃけ分かんない。いいか悪いかって言ったら、いいだったらもういい、そのまま値段もいいかなと思ったんで、決めちゃえと思って、とりあえず取り寄せだけお願いして、取り寄せてもらって、で、状態見て、はあ、これは買いだと思って、もうそのまま買いました。で、そのイントルーダクラシック、今の私の持ってるやつの本体価格、まあ、車体の価格が53万8010円。で、まあ、前も紹介したと思うんですけど、31100キロ走ってて、で、バッテリーはもう交換、新しいのに交換されてる、で、キャブ車、で、2007年式、キャストホイールではないやつ。まあ、マイナーチェンジされたやつかな。で、バックレスト付きって書いてあって、まあ、それ込みで、まあ、買ったんですよね。で、レッドバロンさんで一回取り寄せて、車体の状態を見るのに一回行ったんですよ。で、その時、まあ、気づいたんですよね。バックレストなくないと。で、あれ、バックレストないですねって話になって、あ、ちょっと、多分いろいろ向こうで輸送の時に外したかもしれないんで、まあ、見ときますみたいな、言ってくれたから、まあ、そのままお願いしたんですけど、当日納車された時もなくて、聞いたらやっぱ手違いじゃないですけど、ちょっとなんだっけな、前のフェンダーを、あ、後ろのフェンダー忘れちゃったな。なんか、まあ、輸送の時にあまりにもそれも痛みが激しかったのかな、なんかもう取っちゃったって向こうの店長さんが言ってたので、まあ、もしよければそのサイドカバン、サイドバッグか。サイドバッグを、付けさせてもらえませんか、その代わりに。で、そのサイドバッグに付けるステーとかも、新しいの付けるんで、それで、どうですかって言われて。で、ぶっちゃけその、やっぱり取り立て1年は、ね、タンデムもできないし、どっちかっていうと、やっぱカバンが一番、どっちかっていうとカバンが一番やっぱ欲しいから、もうそれで大丈夫ですとお願いしまして、今現在に至る感じ。プラスレッドバロンさんで買ったんで、まあ保険とかもそうなんですけど、まあいろいろ用品付属品みたいなので、ちょっとお金を払わなきゃいけなくて、で1個が BL10 っていうロックですよね、レッドバロンさんのオレンジタオのやつ。あれが16500円。うん、一応あれ下取りっていうか、そのもし売るってなった時にあれがいらなくなったら一応下取りはしてくれるんであれなんですけど、まあまあそんなの考えてないかな。で、手数料がなんだっけな、これ手数料ってなんだっけ、ああ登録手数料、車体の登録手数料が22000円、車検が16500円。でさっき言ったチャックバイクをちょっと遠いところから転送する、その自分の最寄りのレッドバロンさんに届けるのに5500円。で、まあ、バッテリーの下取りって書いてあるんですけど、まあ、交換なんで古いやつと新しいやつの差し引きかな、分が7590円。まあ、これが用品、なんか付属品としての、まあお金ですよね。で、あともう一個がオイルリザーブ、これレッドバロンさん特有のやつで、まあ、エンジンオイルの先に買っといて、でその買った分はまあレッドバロンさんにまあキープみたいな感じに置いといて、で必要あればまあそこで変えてもらうみたいな。でそれが12000円、30リットルで12000円かな。でとりあえずそれで OK で、保険、もう一個保険で自賠責が25ヶ月で9870円、重量税は5800円。で盗難保険3年間、これがレッドバロンさんのやつなんですけど12450円で、これ条件2つあって、1個はちゃんとバイクのハンドルロックがされてることと、あとさっき紹介した BL10 の鍵がちゃんとしてあること、
この2つじゃない、2つがあった条件の中盗難されたら保険が効くんだけど、もしどっちかでもなんか違う、なんかやってなかったりしたら保険効かないですっていうお話です。で、任意保険が3180円。で、これに関してはいろいろペットバランスはね、なんかまあいろいろ条件があって、そのうちの1個っていうか、まあランクみたいなのがあって、私は結局なんだっけ、自分に対しての保険がかかってない、相手とか対物にはかかってるんですけど、自分には保険かけてないです、この任意保険に関しては。まあ、別の保険を自分にかけてるんで、まあ、いらないかなっていうので、で3180円。でこの時免許取得前だったんで、まあ、キャンペーンというのがあってマイナス3万円されるということで、でトータルが、まあ、約76万600円ぐらいこれが乗り出し価格になりましたね、私の場合は。結構高いですかね、どうだろう、人によるかな、いくらでこの額はどうなんだろう。まあ、車体の状況は別に傷とかほとんど、まあ、かすり傷ぐらいはそれあるんですけど、ちょっとこうタンクの上がなんか擦れた跡みたいな、タンクの上がこう擦れた跡みたいなのもあったりはしますけど、でも状態は見た目の状態はとてもいいし、まあ、3万何キロって走ってるからか、まあ、ちょっと若干癖あるのかなって思ったりすることあるけど、でもまあいいか、よかったんじゃないかなって思う。まあ、安ければいいってもんじゃないしね。で、これ乗り出し価格だから7月に、4月の中旬ぐらいに納車してしてもらって、その時までにかかってるお金ですね。で、まだここじゃ終わりじゃないじゃないですか。やっぱどんどんカスタムしたり、服だったり揃えなきゃいけなくなっちゃう。しなくてもいいんですけど、楽しむにはやっぱどんどんね、愛とお金を貢がなきゃいけないっていうことね。で、まあここからは結局自分の好きなカスタムだったり、まあ、好きなことをしたいがために、快適なツーリングしたいがために、追加した、費用ですね。とりあえずね、上から上げていこうかな。ライダースジャケット、14,20円、厚底ブーツ2,990円、ちょっとこれや恥ずかしくぐらい安いんですけど、まあ、ライダー専用のブーツじゃないんで、自分の結局シーソーペダルなんで、そんなつま先が頑丈じゃなくても、本当は事故るという仮定するんだったら、まああった方がいいかもしれないですけど、私の場合立ちゴケっていうのが一番ネックだったんで、まあ、足つきがいいように厚底ブーツ履いてます。で、スロットルアシストがまあ大体1,000円で、エンジンバンパー、エンジンガードですね、この間つけたんですけど、あれが Amazon で14,080円。これは若干高かったかなって思うけど、まあ、こうしたことはない。で、工具、ちっちゃいやつが、5,599円。で、スマホホルダーが2,298円。で、洗車のもろもろグッズ、洗剤だったりタオルだったり、あれも Amazon なんですけど、あれのトータルが8,870円で、ドリンクホルダーが2,000円で、これとあと ETC かな、今だったら ETC が本体の価格が19,800円で、工賃が2,750円プラスアメリカンだと14,500円。ちょっと違うんですよね。ネイキッドって多分ちょっと安いのかな。アメリカンだとちょっと高いですね。で、クランプ、結局ハンドルのバーのとこつけたんで、クランプが緩くて、それが1,320円。に、助成金をマイナス1万円、キャンペーンで申し込んで、マイナス1万円できるんで、
トータルが 24,320 円で、さっきの雑費と合わせるとまあだいたいバイクの趣味を持ったら結構かかっちゃったっていうまたこれに例えばですよ、あのアクションカメラとかね、つけたんなら結構長くまた行くんでしょうね、まあ、もちろんプラスガソリン代だったり有料道路高速の料金とかはちょっと入れてないですけど、まあこの額になりました。どうですかね、今からバイク持とうとかインクラ乗ろうかなって思った人、じゃあ参考になれば嬉しいです。見てくれてありがとうございました。またねー。